滋賀県は今日新たに1056人の感染が確認されたと発表しました。新規感染者数が1000人を超えるのは今年の2月25日以来です。続いて昨日の感染状況を内訳です。昨日7月13日水曜日は前の週の同じ曜日に比べ300人以上増えた731人の感染が確認されています。 また、大見八幡市内の学校で児童または生徒37人が感染するなど、新たに7カ所のクラスターが公表されていますこうした感染者数の増加を受け、県は昨日独自の対策レベルを1段階上げていますその一方で、宿泊周遊キャンペーンのしが旅は8月末まで延長して実施されます 県はきのう県独自の対策レベルを維持すべきレベル1から警戒を強化すべきレベル2に引き上げましたただ県民への行動制限は求めずあくまで基本的な感染対策を徹底しながら日々の活動を続けるとしています県内の宿泊施設を利用する際に補助を受けることができる県の宿泊周遊キャンペーン 今こそ滋賀を旅しようについても、国の支援延長の動きに合わせ、実施期間が来月31日まで延長されます。ただし、利用条件として、3回のワクチン接種歴または検査による陰性確認のどちらかの提示が必要となります。詳しい利用条件などは、キャンペーンを運営する 琵琶湖ビジターズビューローのホームページでご確認ください和牛のオリンピックと呼ばれる牛の全国品評会に長浜農業高校の生徒たちが育てた牛とともに挑戦します和牛のオリンピックと呼ばれる全国和牛能力強進会は5年に一度開催される和牛の品評会で肉牛の具や 繁殖用のメス牛などを審査する大会です今回初めて高校や農業大学校の出場枠が設けられたことから滋賀県からは県立長浜農業高校が初出場します長浜農業高校農業科の生徒らは審査の対象となる生後14から20ヶ月未満の繁殖用メス牛4頭の世話を続けてきました 大会での審査のポイントは、体の肉付きや健康状態などで、生徒たちは牛を美しく見せようと念入りにブラッシングをするなどしていました。大会にはこの4頭の中から最も優れた1頭が選ばれ、出品されることになります。牛が無事に出場できるようにブラッシングなどをしっかりして歩き方なども注意しながら、牛があまり嫌がらずにできるようにしたいと思います。 今年の全国和牛能力共振会は、10月に鹿児島で行われます。コロナ禍で中止されていた高架市の恒例イベント、愛の土山マラソンが3年ぶりに帰ってきます。愛の土山マラソンは、高架市や美和子放送などが主催して、 1987年から30年以上毎年開かれてきましたが新型コロナ感染拡大の影響でおととしから中止されていました3年ぶりの開催となることしは11月6日日曜日に実施が決まり今月16日から大会ホームページでエントリーが受け付けられます出場資格は2004年4月1日以前に生まれた 高校生を除く18歳以上で、先着順で3000人です。種目はフルマラソンとハーフマラソンの2つがあり、参加料は7000円です。大会を主催する高架市教育委員会は、久しぶりの大会を楽しんでほしいと県内、そして全国からの参加を呼びかけています。